はい、今日はオンライン授業とか、あと、動画の時、撮影する時ですね、手元のアップだったり、そういったものを撮る時に必要なものとして、ちょっとこの動画を撮っています。まずこれがですね、Amazon で買ったものなんですが、もともとは携帯とか iPad とかを設置して寝転がって見れるようなものなんですよ。で、名称ちょっと名前忘れちゃったんですけど、折りたたみができるタイプのものです。はい、でこちらなんですが、角度が結構細かく変えられます。カチカチって音がしてたと思うんですけど、はい、なので、調整はよくできるかなと思います。はい、こちら今は高さはマックスな状態になってますので、4文字全てをいっぺんに写すことはちょっと難しいです。ちょっと持ち上げてあげるとか、あとはそうですね、2字ずつ見るとか、そういう感じにはなってしまいます。で、見てお分かりの通りなんですが、かなり拡大ができるんですよ。なので、硬筆とかペン字とか、こちらすごくねいいと思います。はい、次にご紹介しますのはこちらですね。私はビッグカメラで買いました。3000円ぐらいで売ってたんですが、300円ショップ、どこかの300円ショップで同じようなの形を見たんですよ。なのでいろんなとこで売ってるんだと思うんですが、かなり頑丈です。これ針金みたいにこうビヨーンってこう伸びるような状態なんですけど、そんなね簡単な力じゃいかないぐらい硬いので、使い勝手としたらちょっと難しいところはあります。はい、でかませるところがテーブルにこうクリップみたいな形で噛んでるんですけど、ちょっと揺れたりとかかさったりするだけで揺れがすごい激しかったりするんですよ。ずっとビヨーンっていう感じで揺れてる状態が続くので、ちょっと見づらいかなっていうのも多少ねあります。はい、もう一つよくあるタイプのものでご紹介しておきます。こちらは私はヤマダ電機で買いましたが、250円でした。これはねかなり安くて、ちょっとこうやって収納もしやすいですよね。パタンって閉じてしまえばいいので、でこう置くところが斜めに角度がついているものなので、そうですね、自分の思った角度にはできないというところで、撮影向きではないんですが、それでもないよりはいいかなっていうところです。置く場所とか、それによってはすごく見やすい時もあります。いつもではないんですがね。はい、最後にご紹介しますのは、何も持っていないっていう方向けっていうことなんですが、空き箱を重ねて上に重たい本を置いて、そこにハンガーですね、ちょっと丈夫めなハンガーを挟んだものです。こちらもちょっとビヨーンってなったりするので固めがいいんですが、これ本を重ねるやり方やってる方がいたんですね。ちょっとそれを参考にさせていただいて、私はちょっと本を持ち出すのが面倒くさかったので、ちょっと空き箱にしたんですが、こんな感じです。はい、で私ね何を血迷ったかね、初め右側にセットしちゃったんですよ。で右だとほら右手で書くのに邪魔ですよね。習字の用具とかも右側にありますから。なので左側にセットします。でそうですね、この形、今見えてるこの形で置くんですが、ポイントは本を重めなものにすること。ここがね一番難しいところです。はい、で、箱の高さなんですけど、私が今回使ったのは2つ合わせて33センチくらいだったんですね。もう少しあると半紙が全体が入っていいかなっていうところでした。スマホをハンガーに載せる時、そこがちょっと滑ってしまったりするので、滑りにくいカバーをつけてたりするとよりやりやすいかなと思います。はい、最後にご紹介しますのはこちらですね。ダイソーで買いました。組み立てラックっていうんですかね、わかんないんですけど、バラバラで売ってるやつです。で足の長さは39センチで、初めこうやって真ん中に半紙を置いて書いてみたんですけど、やっぱりちょっと手がぶつかって書きにくいっていうのがあったんですが、これ使い方をちょっと変えてもう一つのパターンで取ったのがあります。はい、こちらですね、左側に先ほどのラックを置いて上に少し重たい辞書みたいなもので、その間に、ハンガーを差し込んで、でそこに携帯を載せたものですね。この形だとこんな状態、左側に写ってるこのぐらいな感じで見えますし、意外と邪魔にならなくて動かしやすい。少し調整したりするのにラックごと動かせばよかったりするので、結構安定感はありました。手元をね、どうやったら綺麗に写せるかっていうのも私も日々考えておりますので、何か日常でいいものがあったら教えてください。